さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。待っていたんだ。食い気味に。そうだ。食い気味にありがとうございます。待っていたんだこの日を。そうなんです。そうだ。今夜は新曲イフユーワナの研究ということで、つまりは初フルオエア。待っていたんだパフュームロックス。Perfume Locks, starring Perfume.新曲 If You Wanna を研究せよ。今夜は8月30日にリリースになる私たち Perfume の新曲 If You Wanna 初オンエアしたいと思います。こちら前に特徴の方は研究させてもらいましたね。しました。その後流れなくてちょっと怒った。そうだそうだった。今日は聴ける。今日は聴ける。今日は聴けるよ。聴ける、うんうん、こんな曲ですみたいなの、うん、一人ずつ言うか。はい、うん、ね、なっち、乗れたらおしゃれ。おしゃれだね。わかる。コードこれに乗れたらおしゃれだし、うん、なんかこの曲聴いてちょっと体動かしてるだけで、あ、もう自分おしゃれって思える。なんか酔えるよね。そう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 、うん、そんな曲です。うん、わかる。あとはちょっと抜け感がある、うん、あ、かっこいい感じだけど全力で攻め攻めじゃなくって抜け感のあるかっこよさ、うん、あるねって感じかな。確かに、うん、そうだね、うん、なんかラフな感じだよね、うんうんうん、風気的にはね、うん、ただまあうちらもこのリズムと初めて会ったので、うん、正直まだ乗りこなせてません。まだね。全然乗りこなせない。でもなんかこれがパフュームの新しい提案ということで、うん、自分たちも一生懸命練習してなんかかっこよくパフォーマンスできるようにしたいなというのは思っておりますので、まあでもなんかいろんなこと言うより歌詞とかも素敵だから、うん、聞いてもらった方がいいんじゃないかなというのはありますですね。いいですか、はい、じゃあ初めての曲振りですね。はい、いきましょう。8月30日にリリースになる私たちパフュームの新曲です。 If You Wanna。 皆さんこんばんは、歌手ゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。さあ新曲 If You Wanna 聴いてもらいましたが、はい、急に始まってあっという間に終わるんであっという間に終わる、うん、あ、終わったって多分感じだと思うんですけど、うん、どうでしたでしょうかね。へー。まあでもね、私あーちゃんの最初この曲が出来上がってからレコーディングの時とまただいぶ変わったので、うんうん、仕上がってから聴いた時全然リズム取れなくて、うんうん、なんかダッ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 ダーンってとこある、うんうん、じゃ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 ーんっていうところ、おそらくここがサビではないかなっていうところ、なんとこちらは考えてるんだけども、うん、そこの部分がなんかリズムが取れなくなっちゃうよ。多分引っ張られるんだろうね、うんうん、じゃじゃーんっていうところが突っ込んでるじゃん、うんうん、けどなんかねこれリズムの取り方があるらしくて、うん、タン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 タッ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 タ、足はね速い、足元下半身は速い、速い方、速い方なんだけど手はねゆっくりなんだって、うん、それがなんかね流行りのね取り方らしくて、足はこの細かい方を取ってるね、はい、細い方を取ってて、で手はゆっくりゆっくりらしいんだよね。うん、うん、ちょっと説明もできないんだけどまあこっちからねテレビとかでいろいろ提案していきますから、はい、あのぜひねその時に見てもらえれば終着点は見えてるかなと思いますけども、終着点、はい、そんなことでございました。まあぜひ感想の方はパフュームロックス掲示板に書き込んでいただければなと思います。ラジオネーム夢見るヒーローガールからの依頼、泡洗浄して洗い流したいほど恥ずかしい思い出を研究せよ。洗い流したい恥ずかしい思い出あるよ。うまいこと言うねこれね、え、兵庫からね、うまいこと言ってくれて、うん、ありがとうございますやっちまった的なやつあるよ。全然いっぱいあるよね。いや山ほどあるじゃろこんなね。泡洗浄で洗い流せるんなら洗い流したい全部ね、一気に、うん、一気に泡で漂白くらい細かい泡でねファーンやってもうだいぶ綺麗にしたいよね。じゃあまず私からいきますけど、はい、これかな。
半年に1回くらいインナーパンツのチャック開いてる。あーもうほんとダメ。流れた流れたかな。カシウカはさ、いつも衣装のスカート短いから、その中に見えてもいい短パンみたいなの、そうそうそう、見えていいすごい短いショートパンツをインナーパンツと呼んでいて、履いているんです、衣装に合わせた色のやつをね、毎回作ってくれていて、で衣装着るときに気をつけてるんだけどそれはそうでしょあの開いてちゃいけんと思って、スカートも短いし、でそれがちゃんとできてるって思って半年くらい経つと、終わってステージ終わってあーって言って着替えてるときに開いてったってなることがあるんだよね。本当に最近はさ、フラッシュとか歌うじゃん、フェスで、あのフラッシュって最後バーンってこうキックしたりさありますよ、あるじゃん。感想でも何回もキックする、何回も、なんならお客さんの方向いて蹴ってるからね、そうそう前で前でステージの前面で、しかもドキッソーダフラッシュも足めっちゃ開けさ、開いてますよ、開いてるじゃん、絶対チャック全開ですから正直。ああ、そっちの方が全開です。今日で洗い流して合わせんじょうだね。私たちはその一緒にやっぱ衣装を着替えるわけだから、あの時のフェスでチャック開いてたっていうのを知ってるそうだね、結構最近でもありましたしね、はい、ありましたから、やっちまってますわ。言わないけどね、ご主婦のために、きっと流れたでしょう。はい、はい、じゃあ続いて私あーちゃんいきます。ジュイアライブでのスプリングオブライフ、はいはいはい、歌ったね、やりましたね、いやもうその日ね、実はそのずっと疲れてくれてるっていうかお疲れしてました。お急ミヤの話韓流ドラマ見すぎてねちょっとそうずっとその私たちにその尽くしてくれてた、あのマネージャーさん北澤君って男の子がね、まあ会社のやっぱサラリーマンですから、あの役者班の方行くことになって、でそれでその日が最後のライブだったんですよ、Perfumeに机を尽くす最後の日だったんですよ、そうだったんですけども、その日になんか決めたい、もういいライブしたい、彼を気持ちよく送り出せるために、でセットリストも彼の好きな楽曲をもうセレクトして、でそれで久々に行く北海道なんで、とっておきを詰め込んで行ったわけですよ。でメドレーをちょっとやったんですけども、スプリングオブライフのその踊ってる時とかに、やっぱもう踊ってる時にやっぱり北澤くんのことが何回も浮かんだわけ、でサビは短いバージョンよ、短いバージョンの後に私がパスピンアースピードっていうところで前に出てく、前に出て行った後にこう向くんよとか、そういうのをこう段取りの中で、歌ってる中でやっぱりこうやる時もあるんですよ、全然違うこと考えてる時もあるんですよ、かるそれがこう北澤くんのことも思いながら、その段取りのことも入り混じりながら、でもその北澤くんへの思いみたいなものやっぱりもうみんな目を向きものあるじゃないですか、だからそこにふけてくるともうちょっと気を抜いたらもうほろろろっと涙が出てしまうぐらいすごいね好きだったんでね、っていうぐらいだったんですよ、っていうなんかその時に、すっかりそのサイズのことを、バーン、飛んじゃって、曲の長さね、そう曲の中で本当はスプリングオブライフの頭で上に、なんていうのか台みたいなのがあってね、お立ち台って私たちはいつも呼んでるんですけども、そこに立たなきゃいけなかったのに気持ちよくポリリズムやっちゃったんですよそうそうメドレーだったね、そう気持ちよくポリリズムの感想のあの手拍子をこうやってくれるシーンがあるんですけど気持ちよくなっちゃってあ、北澤くんも見てるよ同じこの条件君がずっと仕えてくれてたこのグループはこんな風に大きなグループになってますよ、お客様にも求めていただけて言って母さんすごいやつらつっかんかんつっかんかんつっかんかん始まってパッて後ろ向いたらゆかちゃんが
みたいな顔しててくれてごめんね言えんかったわみたいな。そう、その時ね、もうくしくも私が前にいたもんで、一番前にいたもんで、うん、声かけられんかったよね。そう、一列になって前からあーちゃん、のっち、私だったんだけど、うん、リハの時も私とあーちゃん間違えてたから、うん、いけ、あーちゃんに声かけたい、いけ、大丈夫かなと思ったけど、あんの定ごめんパッて見たらかちゃんがあーっていう顔してて、私もそれあーの顔に反応してあーって言っちゃった。かわいい。あーって言ってからそのお立ち台に立ちに行くっていう、お立ち台に立つんだよってことがバレながら立ちに行くのめっちゃ恥ずかしいですからね。あれ本当にあれはもう洗い流したいです。ありがとうございます。ありがとうございます。中目のね、中目のありがとう。中洗いかな。しっかり流しました。ありがとうございます。じゃあ続いてのっちかな。のっちいきます。名古屋ドームでヒール吹っ飛ばす。結構なんかこれは、うん、そうそう、あれもみ洗い、ありがとう、もみ洗い、もみ洗い、ありがとうございます。去年のツアーで初めて名古屋ドームに立って、はい、で大丈夫ないっていうね、すごいあのキメキメのかっこいい曲があるんです。でその曲の一番最後で、うん、ステージの前の方でキックをバンってして、うん、右足バン、うん、バンして、もうあと4カウントで終わりのところで、うん、そのバーンでヒールをバーンって飛ばしちゃった。でそんなこと人生になくて、なんか素足を見られるのがすごい恥ずかしかった。いやちょっとよくわかんないんだけどこれ。でもお嫁に行けないと思ってて、これは洗い流したい。いやもう一瞬の出来事よ、ほんまに。飛んでいったことすらも、うん、そのうちら的にはあんまりわからんかった、うんうん、でなんだけどバーン、ダダダ、全然大丈夫はないけど、でも終わるのに、うん、バーンの瞬間に靴がバーンで飛んでいったもんで、その靴の飛んでた先に大本走ってってバババー言って、全然大丈夫はないけどのところで、その靴を両手で隠しながらドッて前向いたんですよ。顔は前向く。全然大丈夫ないけどってこうバンってこう決めて終わった、うん、終わったんだけども、だってもうこれはもう私が恥ずかしいだけじゃ済まない話だから。いやその間全部そのドームのでっかいでっかい LED にノッチが全部こう映されてた、靴が飛んでくとこから。半年以上経ってね、はい、笑って話せるかなと思って今日話してるんだけども、やっぱり胸が痛い。洗い流してくれ。もみ洗い、もみ洗い、ありがとう。もみ洗い、もみ洗い、合わせんじょう、ありがとう。助かるね、うん。でも結構みんなやらかしてますね。汚れまみれじゃないですか。もう泡でしっかり綺麗に洗い落としてもらいましたね。温水の泡で。はい、ありがとうございます。流せたかな。でもな、まあノッチに関してはこれこの話結構ずっとしてるから何回か、ね、まだ流せずに、まあまあまあ、また半年後くらいとかね、やっぱりあの時相当引きずってんですね。映像が残ってるじゃん、頭に ね焼き付いてんじゃないですか。いや俺はありがたいことに目撃させてもらってんだけどもさ、まあ、こっちからすると超思い出ですけどね。最高の思い出よ。そんなの見れないもんね。でもあーちゃんもあーちゃんらしかったし、歌集家もなんか歌集家らしいって感じがすごいするし、そんなことがあったんですからの If You Wanna でしょ。いやなんか最高すぎた。音超かっこよくないですか。めっちゃかっこよかった。バッキバキだし、なんかね、来週末からソニックマニア、はいはい、サマーソニックの前、前日のあのオールナイトでやるライブ、はい、俺は行こうとなんとか画策してんだけども、もうね、もうどでかいとこでね、これをバッキバキの音で聞きたいなと思ったし、ね、なんか俺的にもね、自分のブームね、最近の中で、最近のブーム、そのなんかゆっくりしてる、ゆっくりしてる、リズムが溜まってる、はい、ゆっくりと、なんていうか、すごいかっこいいこと言ったね、今俺ね。いやいや、そこ振り返ってくて、そこはまだ振り返ってくて、そう、溜まって溜まって進んでいくっていう、なんていう、うねってる感じっていうか、のが俺的にはドンピシャすぎて、はいはい、この冬罠は。しかもあっという間に終わるのもすげえよくてさ、最後あのドゥーンってなんか一瞬出てすぐ消えるみたいなのめっちゃかっこいい、超いい曲の感想ちょっと書き込んで、これファミリー掲示板に、みんな書け書け、3人もめっちゃ喜ぶから。リリースが8月の30日ね、もうちょい3週間ぐらいか、うん、あとね、いやいいわ、かっこいいわ、すぐ聴いてもらいたい。明日のこの時間はスクローブロックの新ロスの代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス。 School of Rock.